岩切くん結婚して奥さんの方が稼いだりしたら仕事辞めさすんやろうな。家庭に入ってほしいとか言って。もう何ができるか。この男のプライドが一番高いよね。カメだ。またカメ。これしか作らんよな。パーティーこれしかないよ。一番簡単なのがこれだ。あ、カメじゃないかもしれんやろ。カメじゃない。本当に。のカメや。あ、でもこれやっぱ作るとこう上がるな。達成感かなんかわかんないけど。あ、楽しいな。よし、じゃあ貝殻。じゃあ俺それ潰そうぜ。目の前で潰してやるわ。ほら。見てろ。あいつがあっち向いてる隙に、おらうわこんなんしてる場合か、お前貝を探せおい、貝探しますイワキリ君何してんねん。イワキリ君なお祈りの時間なの、何かに生贄を捧げているの。いや、何か向こうに何かいるのよ、こっちの方角に。イワキリ君おかしくなっちゃった。俺何してんだよ。よし、貝再放流だよ、わしゃ。じゃあ俺も一緒になってやるか。どんな掘り方やねん。犬か。よっぽどクラゲの方が真面目に掘ってるように見えるけどな。ちょこちょこちょこ。めんどくさがって。お、そうチューリップ貝の殻をゲットしたぞ。へえ。あ、でもなんか探しながらやってるな。やってんね。おお。これ効率いいんちゃう、大人の方が。儲かるまでは。怒ってるよほら。まあ、子供は遊びついでに見つかるって感じやからな、言って。うん、うん。多分。あ、疲れてるね。よし、絵本読んであげよう。優しい。絵本読んで寝かしつける、これか。うん。絶好調だな。すごい家。一番豪華な部屋やからな、でも。寝た。寝た。よし。じゃあちょっと、あ、曲がってきたよ。なんでハンバーガー持って、ここで食う必要ある？ああ。おぉ、食洗機活用してるやん。いや、これでちょっと良くなったね。ちょっとしもやかフィットネス今高いんやんな。喧嘩したら負けるよな、多分。ダイバーやしな。やってみるか、一回。引っ叩くか。勝てへんやろな。フィットネス高いしな。毎日ダイバーやってるし。あれお、あ、なんか、なんでなん、なにこれ、よく叩いてくれたってこと。なんこれ、バシャコンで写真撮ったけど。おいおい、俺もじゃあ負けじと引っ叩いてみるか。ヴェイフェーマー。おい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 。めっちゃ笑ってる。拍手。めっちゃ盛り上がってる。気持ち悪い。俺ブードゥー人形持ってたやん。そういえば。ついにやるわ。出てつかむ。あ、しまいか。これどうなんの？どうなんだろう。どうなんの？これ怖いんだけど。急に何すんの。うわぁ、あ、ブード人形が SO をしもやかに結びつけられました。何が起きたんやろうな。ああ、なんか手持ちのブードゥー人形からなんかできんの。なるほど。ほんまや、呪いをかけるしもやかを呼び出す。おぉ、いや、ちょっと寝るけどさ、いつでも呪いをかけれるってことやな。呪いをかけるって何なんだ。怖い。水回して飲んでる。テスティングに。いや、結構すぐカッコつけるな。カッコよくないやろ、こんなんもう。なんかちょっと作ってみて。お届けにしてくれ。豆腐？いや、そこって言ったやんけ。もうみんな豆腐ホットドッグ嫌うな。そう、誰も豆腐ホットドッグを作ろうとしないけど、何なの。ベジタリアン向けやろ。俺はベジタリアンちゃうねん、もう別に。いや、でもヘルシーでいいやん。全然美味しくないやん、豆腐ハンバーグとかって。
それは本物に比べたらそうだけど、本物に引け劣らない美味しさがあるわけだから。しかも高いんやで、豆腐ホットドッグの方が。体には間違いなくいい。本物食べるよ。お料理スキル上がってんぞ。上がった上がった、本当だ。あー、上がるんやな。あ、の方が、あ、人類が上がっちゃった。結局、誕生日祝いぬまま年食っちゃった。いや、でもやっぱ俺、南国で青年実業家になろうかな。なんてやねん。青年実業家って年か。ああ、でも学校で一番頭良くなりたいと考えるのが青年実業家。学校ねえからな。うん、通うんかな、ここ。学校あるやろ。あるんちゃう。あるんちゃう。南国なんやと思ってんねん、お前。バカにすんだよ。ラジオの CM の通学に2時間ぐらいかかりますみたいな国やと思ってんのか。3人に1人しか学校に行けませんみたいな。家の手伝いが忙しいな。これは社交性は誰にでも話しかけて友達になりたいと。運動は、陽気で機転の利く人物になりたい。創造性は芸術の分野で成功することを夢見ている。いや、ちょっと島の開拓者なのかな俺。いや、まだ子供の夢やからな。まあだからやろう、それで青年実業家。特性あるじゃん、皆さん。島の子供、島の子供、島の子供。このシムは、スラニの島々との精神的なつながりを持っています。島の文化を分かち合ったり、強力なこれを呼び出したり、祝福を受けたりして島を敬いましょう。出ないと嫌われてしまいます。え、これ呼び出せるの？強力な、ちょっとやってみろか、せっかく。あ、そうか、でもなんかなんかい？強力な海の子もあるわ。海の呼び声に応えよう。この特質を持つシムは、水に関連したアクティビティを好み、海の住人に親しみを感じます。だって。なるほど。まあ、せっかくやし、クラゲになったら、やっぱりこの島で生まれ育った子供として。うん、島の子供やせっかくやし、やろうぜ。うん。最終的に、これを呼び出したいわ。みんな島の子供や。キクラゲどうなった？うわ、うわ、キモ。キモい。でも、でもあれやな、あの、おかしなことに結構似てるわ、昔の俺。髪型とかそっくりやん。でも誕生日祝ってもらえなかったことがショックで、あ、クラゲ布団がもう普通の大人の布団になったのか。なんで俺のベッド入れるんだよ。そうか、自分のベッドがねえからか、そうか、そうか。で、早速、おびげのおちゃんのとこで寝よう。めちゃくちゃ泣いてる。自分で何でもできるんちゃうか。多分ね。これクラゲってしこれんの？おお。おお。あ、ないか。ない。まだ日がってことかな。日焼けができへんのか。ちょ、俺風呂掃除して。顔しとんだよ、お前。それは誕生日忘れたらこうなるやろ。クラゲ、掃除はできない。掃除はできないんだ。まあ、難しいことはできないんだろうな。なるほど。あれ、岩切君どうした？インフラ掃除。お？何で怒ってる？わからん。急にさっきカエルを見てたら急に怒り出した。いつも急だよね、この人。え？俺殺すぞ、マジ。怖っ。クラゲの友達に。クラゲの友達に当たってるやん。腹立ってきたわ。みんな殺すぞ。怖っ。怒りながら仕事行った。さすが予告しながら歩いてる。あ、じゃあ岩切君の作ったホットドッグを食べよう。ホットドッグ食べてな。おー、うわ、寂しい子やな、こいつ。家族おんのに全然相手。お前からも話しかける。この、いや、マジで子供に貝殻任せて、本職の人は全然潜りに行きませんけど。お前で、お前貝殻探しのなんかやらなあかんやんけ。水中十分働けよ。いつ働くねん、お前。昼過ぎに起きてよ。いや、火をつけるじゃないが。情けない。暖を取ろうとしてるやん。遠いねん。だってダイビングするとこ超遠いから、一回行くのがもう大事だからな。あ、ちょっとこれ俺ダンスするから、そのとこ写真撮って、今撮って。あ、分かった分かった。撮れるんかな。あー、やばい、ダンスが終わる。もう一回や。あ、ファイヤーダンスしてるとこにしよう。あ、来た。これ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 、はしゃぐねー。これ、ちょうどやめてるわ。違うねんな。ちょっとベスト。あ、来た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 。あ、今。あ、よしよし、いいぞ。遠いし、ポストあるし。
ズームできんじゃん。できたっけ、ズームなんて。いや、ない。遊ぶってどういうことなんだろう。いや、そうじゃん。おぉ。何してくわ。おぉ、危ない危ない。しょうもない、ほんま。しょうもねえ。おぉ、危ない危ない。お前っぽいな。しょうもない、ほんま。うぃ、おぉ、すげえな、これ。うわ。おおおおやめろやめろ。中学生か。信じられんぐらい、そういうそばにレインポーズを入れました。なんて、何それ、なんてレインポーズ。ああ、なんかあれだね、置物だね、内装のアイテムだね、なんかね。どうやら、なんか釣り面白いな、いろんなもの釣れるようになったな、ね、結構レアなの釣れてるな。レベル上がったからだろうな、それ。そのおい、しまやか、いけせや。いや、自然と消えるやろ、これ。いや、このレベル。消せって。油にって、お前油注いだから消えんやろ。大丈夫だろ。消せや。大丈夫だろ。ねえ、俺って学校行かなきゃいけないのかな。行かなくていいんじゃない、別に学校とか。やっぱいいよね。俺も行ってないし。え、お前って学校行ってなかったん。行ってへん、行ってへん、学校。そりゃ入れ墨入れるわ。学校行ったらばかりになるって教わってきたから、子供の頃から。そうなんだ。いや、じゃあ学校行かない。行かない方がいいです、あれ。バカが伝染するってこういうことなんやな。バカって映るんやな。あ、そいつさんがおしっこを漏らしたみたいですよ。またトイレ汚いか。いや、釣りに夢中だったんでしょうね。ああ、帰ってきたよ。うん、釣りに夢中すぎておしっこ漏らす。大人になってそんなこと、大人になってそんな夢中になれることあるって素晴らしいな。見習いたいわ。ちょっと消化してみ、消化しといて。すすが鬱陶しい。俺、風向き次第では燃えるからな。おい、ブードゥー人形燃やすんじゃん。ブードゥー人形燃やす。あかんあかん、そんな。大事な大事な呪える道具を。俺も燃えるんじゃないのか。そう、燃やしたらそういうことなんかな。急に俺に火つくことないよな。消し炭になるんじゃないの。そうなんかな。いや、さすがにないか。呪い解除っぽいな。もう消火器で消すほどの火だったってことやもん。これもおい、消すなって、水素。いや、すすうっとうしい。お前、使ってないときはもう消しとけよ。いや、これからちょっとここで時間潰すから。そんな火に夢中になるかね。よ、よいしょ。うわ、やっぱ、これも暖炉と同じ効果あんのかな。結構でも幸せは上がってるよ。ああ、ほんとだ。ほんまや。やっぱいいことなんだな、これは。うん。めっちゃ重いっす、モスやん。うわ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 、火事なるぞ。おい、このゲームマジで消費とかあるからな。うわ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 。もう帰ってきてすごい火くべてる人見たらちょっと、ツイッターとかで見たことあるよ、これとか。あ、やっぱこれが限界か。いや、マックスがどれぐらいなのかなと思って。クラゲでかくなったし、出かけるか。なるほどな。あ、それいいね。出かけよう。じゃあ俺出かける大島だって。俺仕事行ってるから。いや、関係ない、3人で行くから。そやろ、どこへ出かけんねん。何があるやろな。3人で。いいな、俺も行けんじゃん。岩切くんだけ誘うのは。嘘だろ。お前は仕事してる。お前は仕事、白子さん仕事ですか。さあ、どこ行こうかな。本当っぽくて悲しい。あ、出かけられるぞ。あの、宝船みたいなあったよな。右上に。宝船。あ、そう、ここ島のこれって書いてあるよ。お。ああ、クラゲの？あんのかな。どうなんだろう、その辺。これがいるんちゃう、ここ。あ、行ってみるか。なんか起こせるかな。そいつ誰な？そんで。わからんけど。ハオピリ。この人がだからなんかシャーマン的な、この島のシャーマン的な代表の人でしょ。挨拶しに行こうか、みんなで。うん。
やばいよ、この島のシャーマンとか。力を教えてもらえるんじゃないか。この人がこいつは魔女だって言ったらみんなからボコボコにされるんじゃん。うわぁ、すごいの雰囲気が。助けよう。有効的な。まずは自己紹介からね。俺もシャーマンと挨拶しとこう。有効的に挨拶しとこう。島の子供としてな。岩切君は肌に合わないんだね。俺はもう眠い。もう、ベッドがねえからもう。ちょっと寝る。一回寝る。あ、ソイちゃんが入った。あ、入れるんだ。お。骨壺ある。すげえな。骨壺あるわ。お母さん、これ。おかんの一応話しかけとく？なんかある？魂あの辺に送っとくか。人様の俺ら。え、これ。いや、ちょっとやめとくか。こいつがこれかもしれんしな。確かに。俺は骨壺でなんかこれを呼び出すんじゃないんか。確かに。ああ、クラゲないね。なんやったら魂も送れんのか。クラゲはむしろ。ああ、でもシャーマンさんとも別にないのか、特にそういうのは。シャーマンとヒップバンプしとこう。こいつシャーマンなんかどうかも分からんけどな、まだ。シャーマン言ってるけどな。その高さとヒップバンプできんの？おお、ジャンプすごいジャンプ力。もう、そしたらもう何の関係もないその出演者で、ほんとすごいずっと泣いてるよ、ね。ずっと泣いてるわ。ずっとこれを楽しんでる。魂送るわ、もう俺。魂送ってあげる。そうやな。こんなに悲しむぐらいだったらな。すっきりした表情になった。いい厄介払い。いい厄介払いって。ちょ、クリックして。もう一回骨壺。所持品に入れれへんのか？破壊するからそうするぞ。破壊しとくか。あ、なくなった。なくなった。お、そうやろう。